です。中学英作文対策講座をしていきたいと思います。この講座は主に毎回1題英作文の問題を出して、基本的にはね、岐阜県の一般公立入試の過去問から持ってくるんですが、それを、まあ何通りかの書き方を前で説明しながら、何点かポイントを喋っていきたいと思います。この講座の初めにっていう動画で喋ったように、非常に難しい文を書くつもりはありません。英作文の3つのポイントを守ることを重視しています。1つは文法的にちゃんと正しい文を書く、もう1つは高度な文、複雑な文っていうのはミスのもとなのでなるべく避ける。3つ目は自分で適当に考えた英語もしくは和製英語っていうのは大体間違いだから、じゃあどう書くか簡単に崩す練習をする。この3つのポイントを常に意識しながらやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは今回の問題っていうのはね、平成19年度の岐阜県の入試の過去問なんですが、ちょっとね、ここね、実際の紙を貼ってもね、あんまりよく見えなかったので、後から写真で撮ったやつをここに貼り直しておきます。見てください。問題文。4つの絵の流れを5文以上で説明しなさい。これは当然、英語で説明します。じゃあまずは絵の内容を大雑把に追っていきましょう。ちょっとね、ここ目の前に今机に並べているので目線下になっちゃうんですが、 A の絵っていうのは何か男の子がいて、起きたばっかなんだよね。で、時計があって8時を指してるのかな。これね、ちょっと遅れたって感じのニュアンス出てるので、7時じゃ普通に遅れてないから8時だと思います。まあ遅刻だよね、寝坊しちゃったと。はい、 B、 これ急いで、家を出ましたと、学校向かってるのかな、そんな絵になります。C、学校に着いたんだけど、ハテナマークになっている。よく見ると、校門が閉まったままだよね。はい、D の絵見てください。これは、後から気づくわけ。あ、今日土曜日だった。学校ないんだった。知らずに来ちゃった。こんな絵になります。というわけで、まずこの流れ、今言った流れっていうのがメインの情報なので、この辺は、何かしら英語5文以上で表そうとしてください。それ以外の些細な部分ね、例えば何色の服を着ているとか、そういうとこっていうのは今回は触れなくても全然大丈夫です。というわけでみんなもまずは一回自分の力で書いてみてください。簡単な英語、シンプルな英語、自分の書けるレベルまでの表現でいいので、それでなんとか表し切ろうと頑張ってください。はい、じゃあまずはね、ある程度英語ができる子用に順番に喋っていこうと思います。まず1枚目の絵。これはもうね、完全に起きるっていう表現。これは知ってないと、おそらく書けないと思うんで、これは、wake up、wake up っていう表現を使いながら、一文目、まあ書いてみましょう。例えば、まあ、ケンとかタクヤとかね、名前つけても全然いいんですが、まあ今回は、一人の少年がっていう主語で始めたいと思います。あとは、時計が8時なので、この二つ組み合わせれば、一人の少年が起きた時、午前8時でした。っていう、フェンを使った文で A を表したいと思います。はい、こんな感じですね。過去形でこれからこの文章は全部説明したいと思います。ちょっとね、気をつけてほしいのが、最初過去形で始めたのに、B とか C でね、いきなり、彼は今ほにゃららしている。そしてまた最後で、彼はほにゃららしましたとかね。過去形書いといて、現在の、まあ、時に移って、また過去に行くとか、まあ、そういう時に関する言葉、文法的に時制って言うんですが、何か不都合、矛盾が起こるような書き方はしないでください。まあ、簡単に言えば、過去形で始めたんなら、全部バーっとね、過去形で通しておけば、後から振り返って説明しているようなニュアンスになるので、そのまま書き続けてください。もちろん、現在形で、今している最中だって、実況中継的に書くのもありです。それだったら現在形で全て通す。こんな感じで守ってください。はい、というわけでまずはこれね、ペンを使って文をつなげる。一人の少年が起きた時、午前8時でしたと。今回はウェイクアップを使っているんですが、ここね、ウォークアップ、不規則変化しているのだけ注意してください。じゃあ B の絵を見てください。これね、彼が今ね、急いで家出たんだよね。家を出るって言えますか？ヒントは、家を出発するっていう言い方なんでね。まあ、あとは、こう、素早くね、急いで出てるんで、最後にクイックリーもつけておきましょうか。というわけで、今回使いたい動詞は、出発するです。正解は、leave home。家を出る。leave home を使ってみましょう。はい、こんな感じ。he left home quickly。left は当然、leave の過去形になります。まあね、二つ目の絵はこれぐらいでいいかなと思います。まあ、カバン持っていたり、制服着たり、その辺もね、書こうと思えば書いていいんですが、今回はね、5文以上なんで、5文あれば、そして、さっき喋った絵のね、メインの情報さえ覚えば全然 OK なので、今回は端折りたいと思います。
じゃあ C 見てください。これね、学校に着いたんだよね。学校に着いたら、ハテナマーク。まあ、ハテナマークの部分を書くか置いといて、ここね、見たらわかるんだけど、門が閉まってるよね。学校行ったのに誰もいない。もしくは学校行ったのに、閉まっちゃってるよ。この表現を書きたい。じゃあどういう風に書きますかって言った時に、まあまず最初に学校に着いた時、到着するっていう表現が書ける子は思い浮かべてください。まあ正解は get to もしくは arrive at。 まあ到着する系っていうのは今回以外でもよく出てくるんで覚えておいてください。じゃあ今回 get to 使いましょう。はい、文法的に正しく書くとこんな感じになります。 he got to school、 彼は学校に到着しました。まああとはね、語文って言ってるんで1文1文、じゃあここで2文にしてみましょう。そしたらね、最後1文で語文になるんで、しかし学校は閉じられていた。ここね、閉じられていたって感じで勝手に解釈しましたが、クローズって言葉は基本的には私がドアを閉めるんです。いい ?I close the door。 逆に言うとドア目線だったら閉められる側なんですね。 Door was closed って感じで、何を対象にしてるのか。今回だったら学校が閉まってるわけ。つまりさっきみたいに誰か人が学校を閉める。もちろん門でもいいよ。スクールゲートって書いてもいいんだけど、学校を閉めるわけ。学校目線、つまり物目線だったらこれは閉じられる側。というわけで、ここは受け身にしてください。いいね。もしこの辺がちょっと不安で、うわ、この表現ちょっと書けないわって思う子は、後から崩してみましょう。じゃあ最後の D 見てください。まあこれがオチで、ここをちゃんと説明しきらないと丸にはならないと思います。彼は思い出したんです。何かって言ったら、ああ、今日学校休みなんだ。なぜならば土曜日だから。まあこの辺の情報をうまいこと入れて文を書いてみてください。まあヒントをあげると、思い出したっていうのは、remember 使いましょう。remember はざっと説を置いてまた文章を書けるんで、ざっと以降ってことを思い出した。みたいな感じで書いてみてください。はい、こんな感じで書いてみました。ちょっと D の文章だけは結構書ける子用に喋ってるんで複雑な文章になっちゃったんですが、見てください。 He remembers that he didn't have school because of Saturday。 土曜日の理由で彼は学校がなかった、まあつまりないってことを彼は思い出しました。こんな感じの文章で締めてみました。ここのミソっていうのは、やはりね、過去形で思い出したって言ってるんで、この内容の部分でも、学校がないっていうところも過去形。こんな感じでまずは時制を合わせるのが1点と、あとは備考造文。この備考造文も、中学の教科書に出てきます。何々の理由でって感じで、後ろには名詞を置くので、備考図だったら文章でいいんだけど、それをすると、また複雑な文章になっちゃうんで、今回は備考造文を使って、土曜日っていう理由で学校がない。こんな文章を書けば、1、2、3、4、5分満たしていて、さっきのメインの情報は全て追っているので、満点がもらえると思います。英作文っていうのは減点方式なんで、まあ、この辺のレベルが書ける子っていうのは、ちゃんと文法的なミスね、もう時制も含めてです。変な時制を途中で、例えばここ現在形とか入れちゃうと、あれってなって、そこで減点されちゃうんで、文法的にまずきっちりと成立させる。そして、自分の書ける範囲で、例えば関係代名詞とか無理に使う必要はないですよ。さすがにフレンぐらいは使ってほしいかな。この辺の使うレベルっていうのはもちろん英語力を高めてあげようとしてください。まずはこれぐらいの回答を出発点とします。これはおそらく80点ぐらい書ける子なら、まあ何なら書けるんでしょうが、例えばこの A とかはフェンを使っていて、まあちょっと長ったらしいし、例えば C とかもこのクローズドなんて自信ないよって思うかもしれない。最後の文章なんて特に長いから、ちょっとこの辺は、楽に崩したいな、もうちょっと他の逃げ道ないかなっていう別解を考えていきたいと思います。はい、じゃあまず A の絵の部分をもう少し簡単に描けるんじゃないか、崩す練習をしましょう。例えば、まあ少年が起きましたっていうのはさすがにいるんで、これは字の文で書くんですが、その後でこの寝坊した感じっていうのをもうね、彼は言いました。He said とか言って会話文で書いちゃうと結構簡単なんだよね。例えばこんな風にしています。はい、この文章を見てください。まず字の文で A boy woke up in the morning。まあ、in the morning ぐらいは書けるよね。少年は朝起きました。まずここまで書いたときに、この遅刻している感じ出したいんだよね。はい、じゃあここで、he said、彼は言いました。ここも過去形統一してね。そして、仮括弧使って、oh no, I'm late。やばい、遅れちゃうよ。
これね、実は古い教科書、1個前の教科書でニュークラウンの中で出てきた表現なんですが、こういう簡単な文章で会話で使うだけでもう遅刻している感じ出るんだよね。まあ一つだけ注意する点としては、会話文を作っちゃったら、この中では例えば今ね、リアルタイムで進行している出来事は基本的に現在形で書かなきゃいけないので、少しだけこの時制を考えるっていう点は増えるんだけど、でもそこさえクリアしちゃったら、つまり言いましたって言って鍵括弧を作っちゃったら、もうね、正直どんなことを言ってもいいから、それで絵の中の説明をするっていうのも一つ楽な逃げ方だと思ってください。じゃあ B もレフトホームなんて表現知らなかったら、もうこれは、家出るんだけど、結局どこ行ってるかって言ったら学校行ってんだから、普通に彼は学校に行きましたで十分じゃないか。はい、 He went to school、 彼は学校に行きました。何もね、家を出た、家を出発した、家を飛び出していった、そういう表現が浮かばなかったとしても、結局この人登校してんだよね。 He went to school で十分じゃないかと思ってください。はい、じゃあ C の絵っていうのはね、彼が到着する、まあさっき go to school って感じで go to 使ったんで、今回は arrive 使っています。まあこれもね、 get to と同じくらい有名な到着するの表現なんで、今回それを使っています。そして、その後ろで門が閉じられていたとか学校が閉じられていた、この辺の表現思い浮かばないんだったら、見てください、誰もいないね、生徒が誰もいませんでしたって書けば十分同じことを言えると思います。はい、こんな感じで、まあ、フェンとか使わずに二分にしてみました。 He arrived at school、 まあこの辺のね、 He arrived だけでもいいんですが、一応 arrive at のこの前置詞もセットで覚えてください。彼は学校に到着した。しかし There were no students、ここのを使いましたが、 There weren't any students って感じで書ける子はそれでもいいです。誰も生徒がいませんでしたっていう、この書き方をすれば、さっきみたいな学校は閉じていた、閉じられていた、どっちだっけって迷うこともない。まあこんな感じでね、他の表現でも絵と同じような、もしくは似たような状況を表すことはできます。最後、この D は、まあ自分でもちょっと複雑かなと思いながら書いてたんで、これ、もうちょい崩してみましょう。どう考えてあげるかって言ったら、例えば、これね、思い出したってことは、全然、自分知らんかったわけね。何が知らなかったかって言ったら、まあ見たら、あ、今日土曜日だったって顔してるんだから、今日が土曜日だって彼は知りませんでした。こうやって書いたら、まずは、うっかりしていたことわかるよね。はい、こんな感じね。He didn't know that today was Saturday。彼は今日が土曜日だってことを知りませんでした。まあただしここまででは学校はお休みだっていうこの表現書いてないじゃないかってちょっと不安になる子もいると思うので、じゃあもう一文簡単に付け加えるとするなら、例えば彼は来る必要なかったって書いてみましょう。何々する必要ないっていうのは don't have to ですね。中2で習います。これの過去形で来る必要はなかった、つまりこうなります。はい、 He didn't have to come、 もちろん come to school って書いてもいいです。彼は来る必要がなかった。このように書くだけで、あ、休みだねとね、土曜日って知らなかったのね、来る必要なかったねと、これだけでさっき書いたような文章と同じような情報量になります。いいね。初めに書いた文章よりはよっぽど柔らかい、簡単な文に見えると思います。まあこれだけでも十分シンプルな文章なんですが、この D ですね。まあ C って言うと、この D っていうのは結局ね、ざっと説書いてるから長い文章に見えちゃうかもしれないので、 C って言うならこの D もっと崩そうとしてみましょう。じゃあどうできるかっていうと、例えばここのね、彼は言いましたで簡単な会話文でこういう内容を言わせちゃう。はい、こんな感じにしてみました。 He said、ここで鍵括弧を作って、It's Saturday today。今日は土曜日だよ。I have no school。学校ないんだ。みたいな感じで、まあ自分でこう声に出して、忘れていたことを言わせてあげる。まあそれだけで十分ね、この三つ目に書いた誰もいない答えになれるよね。だからわざわざ彼は思い出したとか気づいたとか、そういう難しい表現できなくても、このセッドで言わせちゃうね、しかもそのオチを言わせちゃうことによって同じような結末を表すことはできるので、会話文にしちゃうことによってかなり簡単に、その状況を書けちゃうことも結構あるんだと覚えてください。はい、じゃあね、一応いろいろ崩しちゃったんで、また A から一応見て終わりましょう。 A boy woke up in the morning。 少年は朝起きました。He said, oh no, I'm late. やばい、遅れちゃうよ、と彼は言いました。He went to school. 彼は学校に行きました。He arrived at school. 彼は学校に到着しました。But there were no students. しかし、誰も生徒がいませんでした。He said,
It's Saturday today. I have no school. 彼は言いました。あ、今日土曜日やった。学校ないわ。そんな感じで十分つながってます。これでも減点するところは文法的にもね、絵の内容的にもね、見当たらないので、最初に書いた文と同じく、まあきっと満点が取れると思うので、まあみんなもどんどん頭を柔らかくして、もっと簡単に書けるかな、もっと崩せるかなっていう練習をしてみてください。はい、というわけで、まあ自分の知っている単語、自分の引き出しから、なるべく英作文を作るようにとは言いましたが、それとは別問題で、表現力をね、増やしていく、語彙力を増やしていくことっていうのは、もちろん大事です。だから、単語や熟語の数っていうのは、多ければ多いほど有利なので、毎回何個かずつ覚えていきましょう。第1回目の今回は、今日は学校が休みです。みたいなことを言いたい時の表現を教えます。正直言い方はいくらでもあると思うんですが、より正式もしくは正確な言い方で言うと、A school holiday。 これで学校が休みの日っていう表現になれます。Today is a school holiday。 これで今日は学校休みですと伝わります。あとは下3つは、授業の中でも喋りましたが、日本語でもね、今日学校ないよみたいな言い方あります。あれと同じような言い方で学校が休みっていう情報は英語でも伝えることができます。例えば、I have no school today. 今日学校ありませんよと。I don't have school today. 同じく今日学校ありません。まあ持ってませんってことだよね。もしくは、there is 構文で、there is no school today. 今日学校ありませんよと。まあどれも言うことができるので、どんどん使ってください。もう全く浮かばないんだったら、例えば、こんな簡単に崩してもいいです。私は今日オフです。このオフっていうのは、新しいニューホライズの教科書に出てきます。中学1年生で出てきます。私は今日オフです。つまり私は今日休みですよ、みたいな、こういう言い方に逃げちゃえば、あ、学校ないんだっていう風に言い換えることが、まあ状況によってはできると思います。はい、というわけで今回は4つの絵を使って4コマ漫画風に状況を説明する。今後もね、まずは標準レベルで1個、そこそこ難しい文章も使いながら書いておいて、それを、でもこんな崩し方あるよとかね、全然書けない子はもうこうやって書いちゃうみたいな、この楽に逃げる方法なども順番に説明して、まあそれでも覚えてほしい表現っていうのはやはり毎回あるので、これも最後におまけ的に説明しながら、週1ぐらいで英作文の講座をやっていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上です。